はい、どうもご視聴ありがとうございます。マイマイマイゴエンということで、サンリオが出した、デスゲームものらしいですね。もう意味わかんないですね。サンリオ×デスゲームということで、マイマイマイゴエンとは16人の子供たちと保育士による心の成長痛を描いた群像劇で、アトラクションをクリアして脱出を目指すが、まあ、おそらく失敗したら死んでしまうみたいな感じかなと思います。ということでね、まだ第1話までしか公開されてないみたいですが、この第1話やっていきましょう。16人っていうとなんかもう弾丸論破とか思い出すね。これぐらいの人数だと、マウスだと良い子の操作説明、操作説明は良い子に向けて漢字なんだね。良い子向けなのに良い子は読めない。ふう、すっきりした。岡田優くん、あ、これ俺か、俺というか保育士の人か。さすがサンリオピューロランド、トイレまで凝ってるんだな。みんなお待たせ。ゆう先生おかえり。ひかるちゃん、ひかるくん、あれ、ひかるとマリアだけ、みんなは、みんな遊び行っちゃったよ。ゆう先生トイレ行ってすぐ戻ってくるからここで待っててって言ったじゃん。マリアはちゃんと待ってたもんね。ねえ、わあわあ、もうすぐ集合時間なのに。みんなを早く連れ戻さないとルミ先生に怒られるぞ。大変だな、やっぱり。2人はそのままここで待っててね、そのままね。はいはい、みんなその辺にいると思うよ。先生ガンバー。遊びに行っちゃった園児たちを集めよう。あと7人。16人だけどあと7人でいいんだ。どこかに行っちゃったのは新谷、颯に全部で7人か。この知恵の木の近くにいるとは思うけど、じゃあ探していこう。まずこいつかな。目から血流してない？気のせい。あ、いた、生えて。あー、マスクか。なんおしゃれさんやな。岡田か。ダメじゃないか、待っててって言ったのにいなくなっちゃう。園児だよね、本当に。ふん、どいつもこいつもうるさかったから静かなところにいただけだ。中二っぽいな。また一人でゲームしてたのか、せっかくの遠足なのに。というかゲーム機を持ってきたらダメだよ。こんなとこ子供騙しだろ、つまんねえ。こっちはランクがかかったネット対戦中なんだ、ほっといてくれ。フリー Wi-Fi でネット対戦しないでって教えてあげたい。相手にも迷惑かかるしチームにも迷惑かかるよ。せっかくだから楽しもう。まあまあ、もうすぐ集合時間なんだし、お家に帰るまでの間ぐらいは楽しまないか。せっかくみんなで来たんだしさ。ああ、わかったよ。まあいいや、ちょうど試合も終わったとこだし。知恵の木の下に戻ってるぞ。なんか今のグッドコミュニケーションだったのかな。なんかポーンって出たけど。ピューロランドって室内だから、あ、屋内だから電波のつながりが悪いのかと思いきや、つながってるんだよな普通に。これつながらなくなるフラグじゃないですか。つながらなくなるフラグだけど、サンリオピューロランドがネット回線悪いわけじゃないですよっていう、その事前説明じゃないか。よりの、よし、残りはあと6人だな。ここか、お面かぶってる。なんか関西っぽい雰囲気かな。あ、いた、シンタ、渡る。お、戻ったか、ブラック。レッドである俺のライバルなのに慌ててトイレに駆け込むなんてだらしないぜ。全然違った、関西っぽくない。なあブルー、だらしないぜ、俺ブラックなんだ。で、そんなことより、ユウ先生ちゃんと待っててって言っただろ。もうすぐ集合時間だからみんなのところに戻ろうな。まだまだヒーローの戦いはこれからなのに。ヒーローは時間を守るもんだ、こっちの方がいいね。ルミ先生が怒るぞってダサいよな、なんか。俺は別に怒ってないけど、他の人が見たらどう思うかなって。ダサいよな。ヒーローならしっかり時間を守った方がかっこいいと思うけどな。う、確かに、さすがブラック、大事なこと分かってるな。しょうがない、集合場所に戻るか。知恵の木の平和を守るのもヒーローの務めだからな。ぐるぐるキャンディー食べて待ってるのら。この子がよくわからんな。わたるくんのキャラが本質がつかめんな。よし、残りはあと4人だな。これかな、黄色い子、トラっぽい、トラ、キツネっぽい。あ、いた、カナタ。ユウ先生、クスクス、僕たちを探してたの。一番なんか黒幕っぽい喋り方するな。え、僕たち。ユウの慌ててる顔面白かったぞ。あー、人形が喋ってるっていう体なんだ。クスクス、そうだね、ひなた、ひなた、かなたとひなたっていうんだ。
そうだった、あのぬいぐるみはカナタの友達のひなたなんだったな。大変だな、ゆう先生。だからカナタとひなたの2人って意味で僕たちか。ももう2人とも勝手にいなくなっちゃダメだろ。だってなんか変なやつがいたんだ。おねえカナタ、丸っこい変なやつだったぞ。追いかけたけどいなくなった。丸っこい変なやつ、ピューロランドのキャラクターじゃなくて、そういうのじゃなかった。まどうせ信じないだろうけど。じゃあ信じるよ。いや、カナタがそう言うなら信じるよ。妖精さんでも見たのかな。信じてないな。さあ、あ、でもグッドコミュニケーションだ。さあ、結局見失っちゃったし戻ろうか、ひなた。よし、残りはあと3人だな。ゴミ箱の中に1人ぐらいいない？いないか。もうでもいるかな。上？いける？上？カーソルの方が動かしやすいか、これマウスより。あ、いたいた。うん、なんともはんなりしてそう。あ、いた。ライオン、ライオン、ライオン。あ、岡田先生すいません、勝手に移動してしまって。というのもですね、大人びてるな。お姉たま、ライム、ライムちゃん、妹かな。ゆうちゃん先生、大五郎。あ、ライム、大五郎。このように活発ハッチなお二人を放っておくわけにもいかず。ちょっとライオンさん大人びしすぎてない？先生よりしっかりしてるな。二人を見ていてくれてありがとう。こっちかな、感謝をしたい。おかげで助かったよ。二人を見ていてくれてありがとう。あ、多分家とかでもお姉ちゃんだからね、頼られてばっかりだから普通にありがとうって言われる方が喜ぶかもしれない。いえいえ、これくらいいつものことですから。それでは私たちは集合場所に戻りますね。ライムさん、大五郎さん、行きますよ。マジで偉いな。はい、岡ちゃん、また後でね。大五郎ちゃん、行きますよ。俺、お腹空いてきたな。すごい、本当に同世代かい。よし、これで全員だ。俺も集合場所に戻ろう。うん、全員揃ってるな。よかったよかった。お待たせしました。あ、ルミ先生組、あ、これで16人になるのかな。でも、あ、そっか、16人の子供たちと保育士だから、保育士が1人とは言われてないんだ。ルミ先生が死ぬわけではないのね。あ、ルミ先生だ。シンタさん、皆さんちゃんといい子にしてたかな。おう、おう、あんたたちはユウ先生がいなくなった隙にどっか行っちゃったでしょうか。うわわ、ヒカル、それはもういいから。お、ほん、ヒカルさん、それはもう気にしなくてよいのでございますよ。ゾウヤ先生、片言になってる。まったく、もう今日は遠足なので多めに見ますけど、保護者の方々の前では特にさん付け、あー大変だな。気をつけてくださいね、ゆう先生。すみません。そして軽率に子供たちから目を離してもいけませんよ。すみません。まあいいでしょう。今回の遠足もこうして無事に終わりそうですし。ああ、終わりところなんだ、終わりところなんだ。では皆さん、忘れ物はありませんか。まだ遊び足りないのです。私もまだ全然いける。ウルトラ元気。ああ、どんな感じだ、雪国っぽいけど。ダイヤ、ふむ、皆さん元気ですね。モル君、車椅子なんだ、足が弱いのかな。私は一日歩き回って疲れちゃった。そばかす娘、リンリンちゃん、ゆずりは、私ももう疲れちゃったんだけど。まどかちゃん、疲れちゃったゆずりはちゃん、いただきです。パパラッチ系か。2章ぐらいで死にそうな感じだな。あ、丸いマスコットだ、ビッグハテナ。今のさっきの変なやつどうなんだろう。カナタ、どうしたの。あれ、でも他の客もたくさんいるよね。急に閉じ込められることもないだろう。さっきあんなところにあんな扉あったかな。なんと、今まで気づかなかった。これはバズりそうな予感です。 SNS やってんの。秘密の扉だ、ママに自慢できるかな。まだ幼稚園生はやんない方がいいよ SNS。 はてな、あれ、なんか、うーん、でももう時間だし、最後にみんなで遊んでいくのです。あの扉からヒーローを呼んでる、その挑戦受けて立つぜ。ふん、あんなのただ見落としてただけだろ。ダメだ、意識が。
それじゃあ最後にちょっとだけあのアトラクションに入ってから帰りましょうか。意識が吸い込まれる？気づいたかな？気づいてくれたかな？どんな子たちかな？仲良くなれるかな？一緒に遊びたいな。いろんなことしたいな。早く会いたいな。見つけてくれるかな？さあ、もうすぐ始まるよ。おお、ここでセーブなんだ。そういえばメニューあった？メニュー見てなかったな。おお、一人ぼっちになっちゃった。あれ？ここは？俺、一体。あ、メニューボタンでメニュー画面を開けるようになりました。X ボタンだね。現在地や持っているアイテムの確認、さらには進行のセーブまで、実に便利な画面になっておりますゆえ、ぜひご活用ください。はーい。たくさんセーブしよう。名簿。名簿か。あー、これで見れるんだ。みんなのね。まだ会ったことない子も多いから、あんまりちょっと。あきちゃん。あきちゃん可愛いな。服が好き。あ、でもそんなに雪国っぽくもないのか。エンジっぽさもある。苦手なものがみんなあるけど、隠されてるんだ。ダイヤ。男性か女性かも書かれてないんだ、この名簿には。なんとなくイメージはできるけど、結構中性的な子多いから、わかんないな。好きなもの、ケロットピッピー。ケロケロケロッピじゃなくて？ケロットピッピー？ああ、この、持ってるのもカエルだし、そういうことなのかな。真面目で白色、危険なことは避けようとする。バズること、アンパン。譲り派。美のためには努力を惜しまない。少しわがまま。マリア。ライム。ライオンの妹。あ、ライオンの妹なんだ。ここは、まあそうだね。髪型も似てるし、そういうことか。文武両道な優等生。幼稚園生に文武両道ってあるの？ミステリアス。ゾウヤ。カヤテ。クールな一匹狼。なんか生き残りそうな感じするな。カナタ。大五郎は食いしん坊で元気いっぱいなムードメーカー。ママが好きなものに入ってる子と入ってない子いるのは何なの？まあ、そうでもないか。入ってる子がいるだけか。一定数。で、ヒカルが園児たちをまとめるしっかり者。なるほどね。じゃあヒカルとライオンが結構重要だな、なんか。この二人がまとめてくれてる感じするわ。で、チケットっていうのもあんだね。お金みたいなもんかな。まあいいや、行ってみよう。ちゃっちゃっちゃっと。ウェルカムトゥユーロピア。ユーロピア、ユートピアじゃなくて？え？なんだここ？ウェルカムトゥユーロピア？ピューロランドのユー、ピューロってことかな？ピューロランド？いや、よく見たら全然違う。でも、なんか、見覚えあるような気がする。なんか昔来たとか。いや、今はそんなことよりも状況を整理しないと。自分が幼稚園の時来たとか。俺たちはピューロランドに遠足に来ていて、自由時間の後、知恵の木の下に集合して、そこまでしか思い出せない。じゃあ、みんなエルミ先生はどうなったんだ？これもピューロランドの一部なのか？とりあえず、入ってみるしかないよな。ジェットコースター的なアトラクション？これは。うわ！みんな、生きてる？大問題だよ、これ死んでたら。みんな全員いる？数えて。すやすや。1、2、3、4、5、6、7。ああ、わかんない。むにゃむにゃ、もう食べられないのら、のら。ね、寝てるだけなのか？いや、とにかく救急車。ああ、やっぱり。あれ、圏外。ピューロランドはちゃんと電波が通じます。くそ、さっきまで繋がってたじゃないか。とりあえず、ルミ先生を起こさないと。じゃあ、数えようか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、全員いるな。オッケー、帰ろう。なんか丸が書かれてるね。
守る？みんな眠ってる。ふむふむ、みんな寝てるな。寝てるな。ここで起きてるやつが黒幕っていう。もういいや。起きよ。起きて。ルミ先生。うん。あれ、ユウ先生。よかった。怪我はないですか？大丈夫そうです。それよりこれは？それが俺にもさっぱり。一応みんな怪我とかは大丈夫そうで、眠ってるだけみたいなんですけど、ここがどこかもわからないし、スマホの電波が圏外なんです。あ、確かに。俺誰かいないか人を見て、俺誰かいないか人を探してくるので、ルミ先生はみんなを見ていてあげてください。わかりました。霧も濃いですし、気をつけてくださいね。あ、マップ端から全体マップに移動することができると。とりあえず、じゃあ、ルミ先生お願いね。広場。ああ、なるほど。こういう感じで移動するんだ。とりあえず休憩所行くしかないかな。休憩所行きましょう。ここはどこだ？ピューロランドにもあるのか、これは。開いてる。怖いこと聞くな。こっちは？内側からかかってる。ああ、じゃあこっちしか入れないのか。行きたくないな。行きたくないけど行くしかないな。なんかやり逃したことあんのかな。まあ、ないだろう。行こう行こう。薄暗くてちょっと不気味だな。誰かいませんか？軽食販売所みたいな。県外。やっぱりここも県外か。自動販売機って書いてある。ひらがなで。あ、これ電気のスイッチかも。あ、ついた。よかった。電気は通ってるみたいだ。ご自由にって書いてあるのか。ここは休憩所か何かかな。ちょっと調べてみるか。とりあえず水飲みたいな。いつ飲めるかわかんないし。これは自動販売機？中身は子供向けのものばかりだな。とりあえず買っとかない？まあこれで買えちゃうようなゲームだとしたら体力制になるからやめてほしいけど。手洗い場だ。水が出るってことは水道も通ってるみたいだ。うん。ここはトイレか。特に変わったところはなさそうだな。こっちにも部屋が続いてるな。テントの中には毛布やクッションもある。ちょっと埃っぽいけど寝ることもできそうだ。これキッズスペースだよな。小さな子供を想定した場所なのか？誰もいないキッズスペースってなんか不思議だね。誰もいないし、電話とかパソコンとかも見当たらないな。ここに来てからずっと電波も通じないし。ん？でも最悪の場合は、あ、ここで一晩過ごすことはできそうだ。確かに。もうそこまで想定してんのか。お帰り。待ってたよ。気のせいか。今何か聞こえた気がしたけど。なんか気味が悪いな。戻ろう。ああ、戻るか。みんな、とりあえず、ここ来れるよ。あ、なるほどね。ここが繋がってるのか。じゃあ、みんな、休憩所があったよ。あ、起きてるみんな。あ、ゆう先生。みんな起きたんだね。怪我はない？ブラック。なんなんだよ、ここは。私たちいつの間に、さっきまでピューロランドにいたはずなのに、みんな同じ感じで倒れちゃったのかな。皆さん、怪我はしていないみたいです。その点は一安心ですね。それで、ユウ先生、いかがでしたか？誰か見つかりましたか？いえ、人一人いません。ただ、近くに休憩所のような建物がありました。電気も通ってるし、危険もなさそうです。まあ、電波は通じないし、外と連絡が取れそうなものもないですけどね。なるほど。いつまでもここにいるわけにもいきませんし、そこに移動してみましょうか。あ、霧が、おお、やったやった。こっちのもんじゃい。ん？なんか、廃墟みたいな。
なんというかすごい景色ですね。いや、それはおかしくないか。だってピューロランドは屋内型のテーマパーク。あ、ピューロランドは屋内型のテーマパークなんですね。こんな屋外のエリアなんてないはずだ。じゃあここはどこなんだよ。本当に何なの、ここは現実なの。じゃあピューロランドが、まあ、リニューアルしたわけですね。何の音。うわー、お、音が近づいてきます。急に逃げる系やめてよ。あ、テレビが、かわいい丸いやつが来た。え、デミデミデミ、なんか来ました。卵、カエルちゃんじゃない、かわいい。デミデミちゃん、なんだ、ってぼーっと眺めてる場合じゃなかった。ちょっとここはどこなんですか、デミ。いや、デミじゃなくて、何か始まるぞ。利用規約が長々と、どうたらこうたらどうたらこうたらどうたらこうたら。よい子のルール説明、楽しいユーロピア。よい子のルール説明、カエルの玉、俺が邪魔だ卵って書いてある。ルールは簡単、みんなが最初にもらえるメダルは1人5枚。いろんなアトラクションにチャレンジすればメダルをゲットできるよ。メダルが10枚集まったらクリア、出口に進めるよ。一番最初にクリアできる子は誰かな。よーい、スタート。ブブーって、なんだ、これもアトラクションなんじゃない。メダルがゼロになったらどうなるのかな。びっくりした、本物かと思っちゃった。最近のテーマパークはすごいのね。え、なんかみんな納得してるけど、どういうことですか。これってつまりさっき入った扉の中のアトラクションってことですよね。さっき入った、あ、そうだった、俺たち帰り際に変な扉を見つけて、俺たち結局あの扉に入ったんでしたっけ。ええ、みんなで入ったじゃないですか。もっともその後は気がついたらもうここにいたわけですが、俺だけちょっと早く気を失ってんの、なんでだろう。で、ですよね、母、なんか記憶が曖昧だけど状況的にまあそりゃそうか。先生、ユミ先生怪しいな。よし、そういうことなら受けて立つ。俺が一番にクリアしてやるぜ。メダルを配るんで、カエル卵、可愛くない名前だな。結構しっかりしたメダルなのね。しかしどうしましょう。時間的にはもうピューロランドを出ないといけないんですが、このアトラクション結構長くなりそうな気が。そうですね、なんかこのアトラクション個人的にはいろいろ引っかかるというか不気味なんだけど。すげえよピューロランド、楽しすぎ。どこから行くですか、どこから行くですか。ちょっとだけ体験させてあげましょう。みんなすっかりやる気になっちゃってて、今すぐ中断させたらかわいそうですし、みんなが遊んでる間にあの着ぐるみの人に声をかけて、こっそり保育園に連絡できるところに案内してもらえば大丈夫ですよ。やれやれ、わかりました。でも本当にちょっとだけですよ。あんまり遅れたら保護者の方々や保育園にも迷惑をかけることになるんですからね。メダルデミ、メダルデミ、あ、俺、こいついるから5枚ずつちょうだいよって、日向の分と彼方の分で両方で10枚ください。カエル卵は全員にメダルを配り終えるとモニターを引っ張ってさっさとどこかへ行ってしまった。もう口頭で説明しろよぐらいのルールだったな。ふん、結局これも子供騙しだろ。でもそういうの好きそうじゃない、ゲーム性っていうか。あ、ハヤテくん待って、ヒーロー出勤、出動。出勤じゃない出勤はしない、ヒーローは。みんな行くぞ。ヒーローのシンタは力がもちもちだから、僕ちゃんの荷物も一緒にもちもちなのら。え、まあうん、そうだな。渡る怪しいな、なんか黒そう守る、シンタくんを放ってはおけません。僕もシルバーですから行きましょう。あ、そうなんだ、一緒にヒーローしてんだ。しょうがないな、まあ私も一応グリーンだから。何やらバズりの予感、ベストショット狙うです。これ危ないから走っちゃダメだぞ。あそこがヒーロー組なんだな、俺も追いかけなきゃだな。頑張り山、はい、ということで、じゃあ次回頑張り山からやっていきましょうかね。それではご視聴ありがとうございました。